皆さん写真ライフ楽しんでますか？今回ですね、ニコンのクリエイターズ応援スプリングキャンペーン2024がですね、こちらが3月22日からですね開始されて5月7日までやってますので、この機会にですね、ニコンのレンズちょっと安くで手に入れたいなって方は参考にしてみていただけたらと思います。どんなレンズカメラがあるのかなってところで、ね、このチャンスに買っておいた方がいいのかなっていうふうに思いますし、ニコンね、あのレッドの買収なんかもあって今後ですねすごく注目されていくメーカーだと思ってますので、少しずつですね今のうちにニコンの、ね、レンズを安くで少しずつ貯めていくっていう方法もあるかと思いますので、今回のこのキャッシュバックキャンペーンで、注目のねこのレンズいいんじゃないのっていうところをいろいろご紹介していきたいなっていうふうに思ってますし、どれくらいキャッシュバックがあるのかなっていうところで、皆さんですね参考にしてみていただけたらと思います。このチャンネルではですね写真や動画カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。で早速やっていきましょう。はい、では早速ですねニコンのクリエイターズ応援スプリングキャンペーン2024をですね見ていきたいと思ってます。最大で5万円のキャッシュバックがあって3月22日から5月7日までになっております。で詳しい内容っていうのはですねホームページの方にこういった記載があるので、事前にいろいろね読んでからキャッシュバックキャンペーン対象ですね、どういったものがあるのかっていうのを確認してみていただけたらと思います。で今回ですねキャッシュバックの対象になっている、こちらの Z7-2 とか Z6-2 とかって、この辺のねカメラなんかすごくおすすめですし、例えばですねこの Z5 なんかはですねあのフルサイズちょっとね欲しいけどなかなか高くて買えないなって方はですねこの辺のカメラなんかはそうですね新品で 14、5万ぐらいで購入できるので、1万円のキャッシュバックあると13万とか14万とか12万ぐらいで買える場合もあるのかなってところで、かなりですね安くで手に入れることができます。でこれね SD カード2枚出しダブルソロトになってますし、CF エクスプレスカードタイプ Bとかではないので、すごくですねあの周りのアイテムなんかも安くで手に入れることできるので、結構ねこの辺は安価に済ませたいなって方はおすすめになっております。であとは Z6-2 が2万円キャッシュバック、 Z7-2 が3万円キャッシュバックっていうのがあって、 Z7-2 のキャッシュバック3万円っていうのは、これね結構ありなんじゃないかなっていうふうに思いますね。例えば、Z9 っていうのが4500万画素、 Z8 っていうのが4500万画素、この辺がすごくスペックの高いプロ向けの、カメラになっております。それに続いて Z7-2っていうのが4500万画素、同じですね画素数なんですけども、センサーがちょっと違って積層型ではなくなるんですけども、十分な性能は持ってますし、4500万画素と高画素の写真が撮れるっていうところはお勧めできるんじゃないかなっていうふうに思います。例えばZ9 とか Z8 っていうのは動画の機能もめちゃくちゃ性能高いんですよ。なのでその辺の動画の性能はあんまりいらないよねって方はこの Z7-2 とかでも十分な性能を持ってるのかなっていうふうに思います。写真に関してはねもうそんなにめちゃくちゃスペックが落ちるわけではない、確かに画像処理エンジンも違うので AF の違いなんかもあるんですけども、その辺は使い方で全然 AF なんかはですね、そんなにスペック必要なかったりもしますので、その辺は使い方なのかなっていうふうに思います。で例えば Z6-2 なんかは、新しい Z6-3 の噂とかも出てますので、そっちをね買ってもいいんですけども、多分ですね価格はですねすごく上がると思います。30万円超えてくるかなっていうところの価格になるので、Z6-2 が25万円ぐらいですかね。さらにここにキャッシュバックが2万円あると、22、3万ぐらいで購入できるカメラになってますので、結構ね価格差が10万ぐらい出てくるのかなっていうふうには思ってます。でさらに言うと、Z6-3 が出たとしてそんなにめちゃくちゃ性能差はないと思うんですよね。画像処理エンジンは確かに新しい Xpeed7 になってくると思うんですけども、AF の違いはちょっとねあれとそんなにカメラの性能的に写真に関してはそんなにですね性能差が感じられないのかなっていうふうにはですね個人的には思ってて、どちらかというと動画の性能がすごくアップしてくるかなっていうふうに思ってます。 Z6-3 の場合ですね。なので動画を撮らない方には
全然この Z6II でも問題ないのかなっていうふうに思うので、まあ、価格抑えめにしたいなって方はですね、まあ、写真しか撮らないって方はこっちの方がですね結構おすすめだったりもするので、まあ、このタイミングに購入してもいいんじゃないかなっていうふうに思います。であとは APS-C でちょっとカメラ欲しいなって思ってる方はこの ZFC のボディとかですね、あとは、この Z50 のボディなんかは10万円切りますもんね。9万円とかぐらいの価格で買えるので、もうさらに5000円のキャッシュバックがあるっていうところですね。で Z30 なんかも8万円ぐらいで買えるカメラになってますので、もうさらにここから5000円のキャッシュバックがあるとかなりですね、まあ、価格抑えめで手に入れることができるので、まあ、かなりおすすめかなっていうふうに思います。なので APS-C のカメラが欲しいな、もしくはちょっとサブ機欲しいなって思ってる方はこの辺のですね ZFC だったりとか Z50 だったりとか Z30 っていうのは結構ねありなのかなっていうふうに思います。まあ、だいたいカメラがこういったところで、一眼レフカメラもですねありますので、 D850 が5万円キャッシュバックで D780 が3万円キャッシュバックになってますので、まあ、これもね全然ありなんじゃないかなっていうふうに思いますね。 D850 なんかはすごいいいカメラなので、まあ、まだまだ全然使えますので、全然ですねこれ選んでいただいてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。今どのくらいで買えるんだろう、30万いかないぐらいの価格なのかな。そうすると5万円キャッシュバックあると結構ね大きいですよね。20万円中間ぐらいか前半ぐらいでもしかしたら買える可能性が高いのかなっていうふうに思います。レンズの方なんですけども、ちなみにニコンってあのレッドを買収して、今後ね動画の性能とか上がっていきますし、これからちょっとねすごく注目されているメーカーでもあると思います。なのでレンズをですねこれから少しずつ貯めていくっていうことをですねしておくと、まあ後からねカメラ、2個ねいろいろ買ったけどもレンズがあんまり揃ってない、でも一気に買うの難しいよねっていう時に、まあ、少しずつ買い足しておくっていうのはすごくいいのかなっていうふうに思いますし、まあ、それがこういったタイミングですね、キャッシュバックがあるタイミングで購入しておくっていうのはすごくいいのかなっていうふうに思います。で、まあ、この辺のね高いレンズ、やっぱりすごくいいレンズが2万円キャッシュバックあって、まあ、2470 の F2.8 なんかもすごくいいですし、そうですね 50mm F1.2 なんかもですね、まあ、かなりおすすめできるレンズになってます。まあ、ここにあるのは全部ですね、まあ、おすすめできるようなレンズではあるんですけども、この辺がまあ2470 の F2.8 とか7200の F2.8 とかっていうのはマルチにですね、まあ、いろんな撮影に対応できるレンズになってますし、まあ、ポートレート目的なら 50mm F1.2 っていうのはすごくレンズとしてはおすすめできるレンズになっております。で、この中でレンズおすすめするのを何がいいかというと、まあポートレート撮るなら 85mm とか 35mm の F1.8 のレンズとかですね、まあ、普通に使いたい、あ何でも撮りたいなって時はこの2875の F2.8 とかですね、マクロ撮影したいなって方は 105mmF2.8 とかですね、そういったあの目的別に選んでいただくとすごくいいかなっていうふうに思います。あとはですね ZF 買いました、でもレンズちょっとね揃ってないですっていう方はこの 26mmF2.8 とか 28mmF2.8 とか 40mm の F2 とかですね、この辺のパンケーキレンズなんかは、まあ、見た目もいいですし、まあ、そこそこね使いやすいレンズかなっていうふうに思います。ね、この 26mmF2.8 の方は確か6万円ちょっとぐらいするので、それに7000円のキャッシュバックですね。この辺の28とか 40mm とかですね、この辺も3万円ぐらいなので、まあ、5000円のキャッシュバックあるのはかなり大きいのかなっていうふうに思います。まあね、こういったレンズがいろいろあるんですけども、こうね、全体的に見て、まあ、春のスプリングキャッシュバックキャンペーンって、まあ、レンズの数すごく少ないなっていう印象は受けました。まあ、この中に 50mmF1.8 とか入ってないので、他にもねいろいろレンズあっていいと思うんですよ。でそろそろ70-180 の F2.8 とかもあっていいと思うんですけども、まあね、あの少ないですよね。で、あの DX のレンズ、 APS-C のレンズなんか1本しか入ってないので、この辺をねもうちょっとねやってくれたらよかったのかな。で例えばこのねカメラの方のキャッシュバックも、冬のキャンペーンの時はこれね4万円で3万円とか、まあ、1万円ぐらいですねキャッシュバック減ってるので、全体的にねちょっとねあのキャッシュバックの金額も減ってるし、種類も減ってて、ちょっとね春のスプリングキャンペーンのキャッシュバックはちょっとね縮小されてる印象はあるかなっていうふうに思います。あんまりこう春はねそんなに
気合は入ってないのかなっていうふうに思いますね。まあ、その中でもキャッシュバックがあるっていうのはすごく嬉しいことなので、まああるかないかで言うとあった方がいいので、やっぱりですね、なのでちょっとね、今のタイミング、やっぱりこのレンズが欲しいっていうものがあったら、まあ、購入してキャッシュバック受けた方がいいかと思うので、まあいろんなね、この中から、まあ、ちょっとね種類少なめではあるんですけども、まあ、この中にマッチするものがあったら購入してみてもいいんじゃないかなっていうふうに思っております。 Z5 なんかいいんじゃないですかね。サブ機でもいいですし、メイン機でもですね、まあ、初心者の方に結構ねおすすめできるんじゃないかなというふうに思います。まあ、この辺の24200とねレンズキットで購入してもいいんじゃないかなというふうに思いますし、これね同じ1万円キャッシュバック1万5000円ぐらいにしてくれたらいいのにね、このレンズキットなんかですね。まあ、これからね Z6 III とか出てきて、こうねニコンが盛り上がってきた時に、まあもうちょっとねキャッシュバックが大きいのがあったりとか、いろんなレンズが出てきたりっていうことはあるかもしれないんですけどね、まあ、今のタイミングでね欲しいなって思ってる方はこのタイミングで買ってみるのがいいんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、というわけですね、今回の動画はここまでになっております。まあ、なかなかねこうキャッシュバックっていつあるか分かんなかったりもしますし、まあ、どれくらいの金額なのかっていうのもですね、実際に開催されてないと分かんないっていうことがありますので、まあね、このタイミングでちょっと欲しいなって思ってる方は購入してみていただけたらと思います。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。 I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright.And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of